今日は朝から頭痛がするので起き抜けにコーヒーを飲みました。こういう時は簡単に入れられるスティックコーヒー便利ですね。天気の変化に弱いのです。気圧とか雨とか。今日は雨で湿気がすごいのでそのせいです。昨日は調子良かったのですよ。なので朝からスシローに行ってました。お寿司が回ってたんですよ。お寿司も食べましたが、お目当てはカフェです。スコーンが美味しいと聞いてやってきました。パサパサしてなくて食べやすかったです。紅茶のアイスもついてました。トロットプリンも食べてみました。名前の通りトロッとしていました。美味しかったです。これテイクアウトできたらいいのにな。まとめ買いしたい。そんな昨日でしたが、今日はお家にいます。そしてこれを窓に取り付けます。今年は異常に窓に虫が集まってきて困っていたんです。何日まで使えるんだっけ。260日後かって、何月何日かわからない。アレクサさんに聞いてみた。ごめんなさい、今はわかりません。 Google さんに聞いてみた。2021年3月1日は月曜日です。お、すごい。終了する前に先ほどの時間の情報について満足度を1から5で教えてください。 Google さんも行ってみたけど不安だったんですね。かけたし貼り付けてみましょう。貼り付けたけどすごいパタパタしてるんだけど大丈夫かな。っていうか晴れてますけど、今日雨の予報だったはず。お洗濯してもいいかな。アレクサさんに聞いてみた。曇りで気温は摂氏27度です。今日の予報は雨で、予想最高気温は29度、予想最低気温は22度です。 Google さんにも聞いてみた。予想最高気温30度、最低気温22度で断続的に雨が降るでしょう。現在気温27度、曇りです。やっぱり雨が降るんですね。お洗濯はやめとこう。この数時間後にめっちゃ雨降りました。雨の中、お届け物が届きましたよ。じゃじゃーん、ダンポーのワイヤレスイヤホンです。ダンポーバッテリーで有名なチーロさんがダンポーのワイヤレスイヤホンをリリースしたので買ってみました。仕様はこんな感じです。防水機能がついていて、連続通話、音楽再生時間は8から10時間、付属のバッテリーケースで約18回充電できます。充電ケースはモバイルバッテリーにもなります。容量は 2200mAh。 USB Type-C でケースを充電できて、 USB-A から他を充電します。逆は無理みたいですね。では開封。かわいい。中身はこんな感じ。ケーブルは USB-A2C のものが入ってました。イヤピースがたくさん入っています。暖房色の輪っかも耳に合わせるために使うものです。これがイヤホン本体です。バッテリーケースを見てみましょう。とっても軽いです。ケース充電用の C のポート、給電用の A のポート、そして表にダンボーの顔です。私が使っているワイヤレスイヤホン、イヤリンと比べてみましょう。イヤリンのは円柱型で、落とすとコロコロ転がってしまうのですが、
団子は転がらない形です。あ、これホタルみたいで可愛いな。 LR 表示はここに書いてありました。充電してみた。数字はケースの電池残量です。ペアリングしてみます。ペアリングは反応良くてすぐにつながります。音はフラットな感じですね。低音が弱いですが、まあ5500円のお品ですからね。音質よく聞きたいというシーンには合いませんが、カフェでちょっと YouTube 見たりポッドキャスト聞いたりする分には使える音質だと思いました。タッチ機能があって、右か左のイヤホンを1回ポンってタッチするごとに再生、一時停止を繰り返します。右を2回ポンポンとタッチすると次の曲へ、左を2回は曲の頭に戻ります。再生中の曲3秒以内のとこだと前の曲に戻ります。で、右か左かを3回タッチすると Siri が起動します。イヤリンはそういう機能はなかったので便利。でもちょっと反応が良すぎてイヤホンの位置を調整しようと触ったら曲が止まっちゃったりします。まあこれは慣れでしょうね。使ってみた感想としては、音質重視なら何万もする高いものを買った方がいいかなとは思うけど、お値段が安いのでなくしてしまうのではというプレッシャーは少ないし、防水機能もついているので日常で気軽に使えるなと思いました。第一印象は買ってよかったと思いました。しばらく使ってみようと思います。